ドゥカティ。ドゥカティとは、イタリアのボローニャを拠点とするオートバイメーカー、販売会社である。アウディは2012年4月にドゥカティを買収した。以前はドカティとも表記された。1952年まで製造していたカメラのメーカーとしては、一般的にドゥカティと表記される。日本の自動車検査省には以前、 ドカテイとドカティの2種類の車コードが存在したが、2013年以降はドカティに一本化された。愛称はドカである。ドカーティの一族は古代ローマ帝国まで遡る由緒、あるイタリアの名家であり、ボローニャを拠点と知るネサンス期から医学や技術の面で優れた人材を輩出した。アントニオ・カバリエリ・ドカーティは1880年頃から水力学と 鉄道関係の発明家、技術家として工場を経営していた。水力は発電機と密接な関わりがあり、ここから電気関連事業へと参入した。アントニオの息子アドリアーノ・カワリエーリ・ドゥ・パーティは電気に深い関心を持ち、グリエル・モ・マルコーニの影響を受けて1924年にはアメリカ合衆国との交信に成功、無線通信や放送事業に 大きな将来性を見出し、1925年に、兄弟のブルーノ・ドゥ・カーティ、マルチェッド・ドゥ・カーティと共に、ソチェタ・シェンティフィカ・ラディオ・ドゥ・カーイを設立、1926年には、ソチェタ・シェンティフィカ・ラディオ・ブレベティ・ドゥ・カーティと改名した。巨大な工場をボローニャとミラノに建設、高品質な電子部品の大量生産に成功、1939年には、 従業員7000人の大企業へと成長した。赤いドカーティノマークをつけたコンデンサーは時折古い、イタリア電気製品の中に発見できる。この当時、アイント方辺の小さな電球製造工場だったフィリップスから招かれて技術協力を約束。その後ドカーティノは投資でこの工場は世界最大の電気メーカーへの道を歩むことになった。当初はラジオや 無線の部品製造会社であったが、当時イタリアは、ベニート・ムッソリーニの製作により、急速に工業化を進めており、また新しい技術に意欲的だった。ドカーテ兄弟は1935年に、イターホン、1939年に、電、蓄音機とラジオ。1940年に、電気シェーバー。1941年に 16mm フィルム、A 射機。 1942年には、電動計算機、と次々に新製品を発売した。この他にも、カールザイスのパテントでレンズ、メガネ、双眼鏡、オーディオアンプ、自転車と広い範囲の製品を販売した。しかし、第二次世界大戦により大きな被害を受け、産業復興公社、イリーの支援を受けることとなった。ちょうどその頃トリノにあったシアタは、原動機付き自転車クッチョロ、 子犬、この家を発売して、ベストセラーとなっており、エンジンの OEM 生産先を探していた。その事情を産業復興公社が知って、ドゥカティを紹介し、1946年ドゥカティでエンジンを生産することになる。ドゥカティは1947年には販売権を獲得し、改良しつつ、総計25万台以上を販売した。当時は、 ピアジオのベスパとイノチェンティのランブレッタがライバルで優秀さをアピールするためレースに出場するようになった。産業復興公社の下でドゥカティはマイクロカメラドゥカーティの製造を手掛けた。発売時期に関しては諸説あり、早い説ではメイドイン、イタリーなど1938年とする記述もある。ドゥカーティストーリー中には1940年頃、ベルギー史舎が ブリュッセルの見本紙に出した展示の写真の中にカメラらしきものが写っているというが、試作品の可能性もある。マラボルティはイタリアカメラ中で1946年としている。ジェームズ・マッケイオンの本は1950年頃とする。そうによとシンプレックスが知られ、どちらも一般的なカメラと逆でカメラを構えて左手側が巻き上げの部である。しかし過去に、 ファシスト統政権に協力したとして、市場でボイコットを受け1950年代初めに写真部門を閉鎖。結果今日では、賃品としてマニアに人気があり効果に取引されている。会社が発展したため、1953年創立からの分野である通信機器部門とオートバイ部門の二つに会社が分割された。なお、通信機器部門も ドゥカティエネルジアとして今日も存在するが、現在のオートバイメーカーとしてのドゥカティとの資本関係はなくなっている。ドゥカティは比較的初期の段階からレース活動を積極的に続けており、レース活動で得たデータを活かして、行動用市販車の開発に積極的に役立てるのもドゥカティの特徴の一つとなっている。 他のメーカーでもレース活動から行動用市販車へのフィードバックは行われているが、行動用市販車がレース活動で使われている車両とこれほど密接な関係にあるのは珍しい。一般的なパトローネがフィルム室に入らず、フィルムだけを専用小型マガジンに詰め替えなければ撮影できない。フィルムマガジンはスプールを除いて、鉄子など互換性があり、 スプールを交換するか加工すれば使える。15枚取り。加工精度は極めて高い。部品点数は驚くほど少ない。ボディーフレームは真鍮製で割を使った金型によるダイカストにより製造されている。早々期のモデルも短期等だが、いわゆるシングルドゥカティはこれ以降である。タリオニも1960年代後半に。 DOHC700cc80 馬力のエンジンを試作したが、これは産業復興公社が資金を出さず製品化には至らなかった。製品化されたのはトゥミディが設計したもので、1968年のプロトタイプではオフ 500cc で38馬力。1975年11月のミラノ賞で発表された。 l ツインの影に隠れてしまい1981年製造中止となっている。ネーミングはグランツーリスモだが他メーカーの製品と比較すると極めてスポーツ志向が高い。空冷エンジン SS シリーズの先行型で1970年代からの初代と1980年代後半の2代目がある。どちらも空冷エンジン S, S シリーズの発展また、初代は1974から1982年販売され、2代目は1989から1997年、3代目は2代目の合計で1998から2006年に販売された。初代はイモラレプリカの 750SS に始まり後に、大廃棄量化された 900SS が追加され 90S2 にバトンタッチした。 二代目は 900SS、750SS、600SS、400SS が並行販売された。三代目は SS900、SS750 が並売された。1978年満島 TT マイナス -1 レースでマイク・ヘールウッドの乗る NCR 改造の 900SS が当時の強敵ホンダ RCB を破ったことにより販売されたレーサーレプリカ。 MHR と略称される。コグドベル特動を採用したシリーズで、あとの750回1シリーズにつながる。空冷エンジン。1985年から1988年まで販売された TT ガイ1レプリカシリーズ。空冷エンジン。1986年から1992年まで販売されたレプリカとツアラーの中間的シリーズ。 空冷エンジン。スーパーバイク選手権に参戦していたワークスレーサーのレプリカシリーズ。水冷エンジン。2011年に発表されたスーパーバイク選手権への参戦を目的として開発されたモデル。排気量を抑えたモデルもある。1993年から販売されているネイキッドのシリーズ。ベストセラーとなり各排気量が発売された。基本的に 空冷エンジンだが、水冷のハイパワーモデルもある。2003年から販売されている、デュアルパーパスシリーズ。2005年から販売されているクラシックな外観のシリーズ。スポーツ船、スポーツ船ビポスト、スポーツ船 S、GT 船、ポールスマート船 LE がある。2007年から販売されているモタードスタイルのモデル。音量土用の車体設計により、 オフロードベースのモタードに比べて、オンロードでの走行に適している。1100、1100S があるが日本に導入されているのは S のみ。ツアラーのシリーズ、2009年から販売されているスーパーバイクベースのエンジンにアップハンドルなどを搭載したモデル。2011年から販売されているスポーツ、ツーリング、アーバンの3種類のライディングが選択できるようになっているモデル。 1962年から1974年にかけて 125cc、250cc、350cc、450cc のモデルがアメリカで販売された。2015年に新モデルとなり 803cc の排気量アップとアイコン、アーバニエンデューロ、クラシック、フルスロットルの4つのモデルが販売されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。